2009年、マーク・ミラーは受賞歴のある、ウォーゲームとロールプレイングゲームのデザイナーそして作家で、ある。1972年頃、マーク・ミラーと EN、リッチ・バーナーそして EN、フランク・チャドウィックは、イリノイ州立大学ゲームクラブのメンバーだった。空白の六角形シートの印刷が、奨学金設計の旗印となった。 三人は既存のゲームのいくつかの派生やいくつかのオリジナルのコンセプトなどの様々なデザインの草案を書き始めた。1973年、イリノイ大学にて教育革新基金プログラムの下、学内にシンラットと呼ばれる履修のためにゲームをデザインする教室が創設された。ほぼ同時期に三人は大規模な第二次世界大戦の シミュレーションゲームを出版することを明らかにした。シンラットに対して大学の資金が枯渇し、3人は活動領域を商業的に切り替えた。ゲームデザイナーズワークショップは1973年6月22日を誕生日に採択した。この年、GDW はドランクナハストンとトライプラナテリを出版した。1974年、 会社は5つの新作を出版し、この中にはコーラルシートミラーによるチャコが含まれる。彼が GDW に在籍中に、ミラーは合計で74点のゲームや製品をデザインし、平均して4ヶ月に1作品のペースであった。その中には、インペリウム、トラベラー、メガトラビラー、そして EN2300AD が含まれる。 GDW は1996年2月29日に閉鎖された。ミラーは、この閉鎖は自発的なものであって、非常に急速にゲームを制作した後の燃えつき、症候群に起因し、このペースを長期的に維持することができなかったからだと思う、とインタビューに答えている。みんなは動いている時はとても幸せだった。マーク・ミラーは、 自分のゲームデザインを f.a.rfuture.net で出版し、デザインとプロデュースの成果をゲーム産業に助言した。彼のロールプレイングゲームは、現在スティーブ・ジャクソン・ゲームズとマングース・ゲームズを介して印刷されている。マーク・ミラーは、EN、グレンバード・イースト・ハイ、スクールとイリノイ州立大学を卒業した。彼は、アメリカ陸軍に配属され、大義に任じられた。 彼は、認知のベトナムで、ブロンズスター勲章を授けられた。彼は1987年から2001年に、シティオブ・ブルーメントンの人間関係委員会で勤務し、町の草の根人種差別反対運動の創設者となった。彼は、価値ある若者に、音楽教育の奨学金を提供する、ヒエーリのプラットミュージックファンデーションの理事長として勤務している。彼は現在、 イリノイ州ブルーミントンに妻のダーリーンと暮らしている。ミラーはデザインの卓越性によりいくつもの主要な賞を受賞しており、その中にはオリジン賞、名声のある EN、ゲームズ1056度、そしてゲームデザイナーズギルドアワードが含まれている。彼はアドベンチャーゲームで二度電動入りしたデザイナーとして就任していた1981年に、 オリジンの名誉の殿堂、そして彼のロールプレイングゲーム、トラベラーが1997年に、殿堂入りした。A.B. ダイスカストスペシャルホリデーインタビューエピソード、ポッドキャスト、インクルーズインタビュー w i t h E.N. マーク・ミラー、h ッ t t h t t p w w w e s c a p e m a g a z i n e c o m articles、view、コラムス。 デイズオブハイアドベンチャー 7023A パペチュアルトラベラーマーク・ミラースポットライトオンザオリジナルデザイナーオブザ・トラベラーロールプライングゲームアンインタビューウィズマーク・ミラー EN パリマンサーマガジンボリューム2イシュー10ピアニッシモ37から42ありがとうございます